おはようございます。岡崎グリーンメンテナンスです。今日で、長野県のゴルフ場、何日目だ ?5 日目かな ?5 日目になります。で、まあ、毎日バンカーのエッジ切り作業を行っております。でも今日はね、比較的その中でも、今まで結構ね、こんな感じが多かったんですが、比較的今日はまあ普通のっていうか、今までとはちょっと違うね、いつも通りのバンカーかなと思っております。ということで、作業を始めたいと思いますが、今日はねあいにくの雨なんで、あんまりねこうなんて言うんだろう、幅広くやっちゃうとバンカーの中が結局汚れちゃって、またねその後掃除で大変なことになってしまいますんで、なるべくこう作業自体をね縮小して、綺麗に、仕上げたいと思っております。ということで今日も一日よろしくお願いします。はい、ということで、午前中いっぱい、作業をしてきましたが、雨もね、だいぶ強くなってきて、気温も下がってきましたんで、今日の作業、終了といたしました。でまた明日、朝から、作業を行いたいと思います。ということでだいぶ気温が下がってきてるんで、今ね車の温度計で9度、となっておりますので、ちょっとね風邪ひかないように注意したいなと思っております。ということでまた明日、よろしくお願いします。お疲れ様でした。